皆さん、こんにちは。w i t h テ e t t y 犬猫病気辞典です。今日は、猫の尿管結石について、症状、原因、後発品種、予防方法、治療方法の順に解説します。それでは早速始めましょう。猫の尿管結石とは、腎臓から膀胱につながる尿管に、石が詰まってしまう病気です。尿管結石は、 腎臓の中中ででで形成されれた血石、血石腎腎が尿管に流れ込み、途中で詰ままってしまう病気です。臓は左右に一つずつあるので片方の尿管で結石が詰まっても反対側の腎臓が機能していれば顕著な症状を示さないことがあります尿管が閉塞すると痛みを生じるため元気や食欲が低下しますがそのような症状は どんな病気でも見られるため、尿管結石があることに早く気づいてあげられるかどうかがネックになります。尿管が閉塞すると、尿が腎臓内に多量に停滞する追腎症を起こしたまった尿によって腎臓に内側から圧がかかり、時間とともに腎臓の組織に過可逆的なダメージを与えます。 腎不全を発症ししやすくなってしまいますますた、両側性に尿管結石が閉塞した場合には尿が全く出なくなり尿毒症症状を示して命の危険があります。内科療法で尿管の石が膀胱に流れる場合もありますが、手術が必要になった場合は、手術自体が非常に難しく、予後はあまりよくありません。近年は 新しい手術方法によって救命率も上がっていますが特殊な装置と技術が必要なため手術可能な腎臓施設は限られています猫の尿管結石の症状とは片側性の場合は症状が現れません腎臓および尿管は左右に1つずつあるため片方の腎臓に異常が起こっても尿の生成や排泄は もう片方が代償し、初期には尿の減少や尿毒症症状が出ず、分かりにくい場合があります。尿管に石が詰まると腹痛が生じますが、猫に腹痛があっても、なんとなく元気がないとしか分からないのが難しいところです。他には、食欲不振、元気消失、間欠的な嘔吐、体重減少、体を触られるのを嫌がる、血尿。 尿の変化として血尿が見られることがありますが、肉眼的にはあまりわからないことの方が多いようです。両側性に起こると尿毒症を起こします。血石は尿側性にできることが多いため、反対側の尿管にも血石が詰まってしまうことがあります。両側で尿管が閉塞すると尿が排泄できず、体の老廃物が体内に溜まることで、 急性の尿、毒症症をを起こし、し以下のような症状を示します。尿、無尿、強い吐き気、食欲排泄、ぐったりして寝たきりになる、痙攣、この場合は、早期に尿管の閉塞を解除し、尿を排泄させないと命を落としてしまいます。猫の尿管結石の原因とは原因の多くは、腎結石です。尿管 腎臓内に形成された血石が尿管の中に落ち込み途中で詰まってしまうことによって起こります猫の腎臓や膀胱にできる石にはいくつか種類がありますが腎血石、尿管血石の9割は周酸カルシウム血石です近年、周酸カルシウムによる尿路閉塞が増加傾向にありますがその背景にはスクトルバイト血石に対応した の影響が示唆されています中酸カルシウムは尿が酸性に傾くとできやすい血跡です尿結晶で発生の多いストルバイト結石はアルカリ尿で形成されやすく尿を酸性に傾けることで溶解できるため尿を酸性化するサプリメントや食事が販売されていますがそれらを卓給しすぎることにより逆にシュウ酸カルシウムによる病気が 増えているのではないかと言われています。結石ができるのには、食事内容の関与などもありますが、猫の体質による部分も大きく、特定の品種では、放発傾向が認められています。また、他の病気の影響、門脈シャントなどによっても起こります。水分摂取量が少ないことも一因となります。寒い冬には、夏に比べると水分摂取量が減ることが多く、 尿量が減ることで尿の濃度が濃くなり、尿路結石の発生が増えます。肥満も尿路結石に関与することが示唆されています。猫は肥満になると活動性が落ち、動きたがらなくなるため、それによって水を飲む回数や排尿回数が減ることで尿路結石を発症することがあると考えられています。その他の物質が尿管を。 閉塞させることがあります。血液業界や炎症によって生じた物質や組織変が尿管を閉塞させることがあります次に猫の尿管結石の後発品種についてですアメリカンショートヘアスティッシュフォールドヒマラヤンでは尿管結石の発症が多く認められます発生に低差はありません次に 猫の尿管結石の予防方法についてです。適切な食事管理を行いましょう。尿中に結石ができにくくする処方、食などを食べることによってある程度予防できます。尿の ph が酸性やアルカリ性に極端に傾くと、尿中に結晶や結石ができやすくなります。食事によって ph の傾きを抑え、結石の元となる。 カルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分を適切な量で摂取することによって、尿への過剰な排泄を防ぎ、石の形成を予防できます。水分を十分取りましょう。尿の量は摂取した水分量に影響されます。水分摂取が少ないと尿量が減り、その分濃い尿が出ることになるため、結晶や結石もできやすくなります。 もともとあまり水を飲まないという場合は、ウェットフードを併用したり、組み置きの水は飲まないという場合は、流水タイプの水飲みを使用するなどして、水分摂取を促すような工夫をしてみましょう。最後に、猫の尿管結石の治療方法についてです。内科治療で改善する場合があります。内科療法として、点滴で、 水分摂取を増やしながら、尿管を弛緩させるお薬を投与することで、尿管の石を膀胱まで押し出せることがあります。石の大きさや腎不全の程度によっては、この治療が難しい場合もありますが、うまくいけば、お腹を切らずに尿管の閉塞を解除できます。しかし、猫の尿管は非常に細いため、内科療法がうまくいく確率は高いとは言えません。 24時間経っても閉塞が解除できなければ外科治療に切り替えることを検討する必要があります。結石の種類によっては内科治療によって石を溶かすことができる場合があります。尿の性質 pH や結晶の有無や結石の利用歴から溶解可能な石と推定され、かつ治療に時間的な余裕がある場合に限られますが、 ストルバイト結石やシスチン結石、尿酸アンモニウム結石は食事療法と薬物療法によって結石を溶解できる可能性があります。しかし、猫の尿管結石で最も多いとされるシュウ酸カルシウムは残念ながら溶解療法で溶かすことはできません。外科手術で摘出します。石が大きく 膀胱まで流れることが期待できない場合や、両側性に血跡が閉塞している場合には、時間が経てば経つほど尿毒症が進行してしまうため、できるだけ早く外科手術によって血跡を摘出する必要があります。手術の方法としては、尿管をステッカーして石を取り除く方法、尿管を切って膀胱につなぎ直す方法、尿管に ステントという管を設置して尿管を広げる方法閉塞した尿管を使わずに尿管の代わりとなるチューブと装置を装着する方法腎臓膀胱バイパスシステム SUB などがあります。猫の尿管の手術は尿管の径が約1ミリと細いため手術自体が難しく術後も尿管の炎症がなかなか治まらない場合や 血跡による尿管のの損傷が重度の場合、すでに腎障害が重度になっている場合には、術後も尿の排泄が見られずに、死亡してしまうこともあります。新しい治療方法として注目されている SUB デバイスというものを装着する手術は、詰まってしまった尿管を介さずに、太いシリコン製のチューブを介して、腎臓から膀胱まで尿を通す。 という方法です術後の成績がいい方法ですが、特殊なトレーニングを受けた病院でしか行えません。尿管閉塞が解除できた後は、再発予防のための治療を継続します。無事、尿管結石が流れた後や、手術がうまくいった場合、再発を予防する治療を継続して行わなくてはなりません。詰まっていた石の成分を、 検査することで、食事内容の変更を行い、また十分な水分摂取を心がけることで、結石の再発を予防します。水腎症によって腎臓が障害され、慢性腎臓病になってしまった場合には、その治療も合わせて行っていかなくてはなりません。本日は以上となります。今回の動画で大切な愛病の健康維持のお役に立てれば大変嬉しく思います。 この動画が良かったと思う方はチャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も猫の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方はぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。